はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 大和ギ銀 DC 外国株式ファンドのファンドとしての実力を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、このチャンネルでやってることはですね、主にアクティブファンドとか、あと個別メーカーの過去データの分析動画、こちらをですね、作っております。それなので、リクエストあったらですね、コメント欄に書いていただければ対応させていただきます。 ますので、投投資資のののの前の検討とととか投資の後の確認としててこのチャンネルを使っいいただければと思いますで推奨する視聴環境はこの3つになってまして、結構文字とか数字が小さくて、なおかつ長尺になる可能性高いので、なるべく大きな画面で、なるべくいい画質で再生速度を早めての視聴を推奨しております。設定の変更は YouTube の右下の 歯車マークのところからできますので、よろしければやってみてください。で、これ僕の簡単なプロフィールで、3年間証券会社の営業をやって、そこからはトレーダーとして成形立っております。で、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります。 はい。というわけで、まず基礎データから洗っていきましょう。今回取り上げるファンドがですね、大和ギン DC 外国株式ファンドになります。運用開始日が2001年の9月の21日。で、投資対象が世界各国の株式になっております。で、償還日は設定されておりません。で、信託報酬が2%だそうです。で、ポートフォリオの中身ですね、こんな感じになっていました。まあ、こ,こから見てわかるのがですね、このファンド、ポートフォリオのうちの大半がアメリカ株で占められてい っていう風な感じですね。なおですね、ここのケイ計算書とこれなんぞやって話なんですけども、まこれいわゆるタックスヘイブンっていうやつなので、まこの中に含まれているのは実質的にまアメリカ株とか中国株とかそういったものがあるんじゃないかなと思います。でですね、えっと今回えっとこのファンドの実力を測っていくにあたってのベンチマークですね、それをこの3つにさせていただきました。S&P500 とナスダック100とストックス50ですね。これでやらせていただきたいと思います。で今回の動画で見ていくもですね、それ。 ではですね、この過去のリターンですね。まずはファンド単体での過去の1営業日から10年間のリターン。こいつをまず見ていって、で、その次にマーケット全体との比較をしていって、利益が出ていても、それはたまたまマーケット全体が好調だったからじゃないのみたいな、そういった視点で見ていきたいと思います。なお、検証期間は、このファンドが運用開始し始めた2001年の9月の21日から見ていきたいと思います。で、リターンの種類なんですけれども、リターンってこの3種類あります。 まして今回見ていくのがこちらの配当受け取りのリターンですねこいつを見ていきたいと思いますなおベンチマークに関しては年間の配当利回りを1.5%と仮定して見ていきたいと思います はい。では、まず結論から言っていきます。え、こんな感じになったんですが、え、おそらくですね、え、このファンドにはですね、実力は、え、えっと、ないっていううな形になりました。で、えっと、イメージなんですけども、え、このファンドですね、え、レバレッジがかかった S&P500 のインデックスファンド、え、ないしはですね、リスクが高くてリターンが低い NASDAC100 のインデックスファンドって形になりました。え、それなので、え、このファンドが利益を出すか損失を出すかはですね、アメリカ株が上昇するか下落するかにかかっているって形 になりましたえそれなので投資前提としてはまあ、基本的にはアメリカ株に対して強気っていう風なスタンスの方がいいとは思うんですけどもただですね同じ100万円を投資するのであれば S&P かも、ま、しくは NASDAQ100 のインデックスファンドに投資をした方がリターンとリスクの効率がおそらく良くなるんじゃないかなと思いますなぜですねじゃあこの結論に達したのかですねそれをですねここから見ていきたいと思います はい。では、まずですね、ファンドの単体でのパフォーマンスの検証からやっていきたいと思います。これがですね、2001年の9月の21日から2021年の12月の31日までのファンドのですね、各営業日におけるリターンですね、それを示したものになります。それではですね、一元さん向けにですね、というか復習も兼ねてなんですけれども、ここの用語説明ですね、こいつをしていきたいと思います。まず、ここの一営業日間、これを例にとってやっ っていくんですがサンプルが4966となっているんですがこれはですね2001年の9月の21日から2021年の12月の31日までの間でこのファンドの1営業日間の配当受け取りのリターンの個数というのが4966個ありましたよっていう意味ででそのうち54.89%にあたる2726回が1回平均0.97%上昇で45.11%にあたる2240回が 一回平均で。 マイナス1.07%下落。で、このファンドの1営業日間の平均リターンっていうのは0.05%でしたよっていう意味になります。で、ここのリスク、あの標準偏差ですね。指定しました。あの、今言った通り標準偏差って一般的にリスクと呼ばれるものなんですけども、これはですね、具体的にはリターンの振れ幅の大きさになります。で、この1.48が意味しているのは、ここの平均リターンの0.05%を中心として上下にプラマイ1.48%のリターンの振れ幅っていうのが 大体ありますよっていう形になります。で、ここのシャープレッシュはですね、えっと、ディスクに対するリターンの獲得効率、それを示すものでして、計算式はこの平均リターンを標準偏差、ディスクで割ったものになります。で、最大リターンと最小リターンとあるんですけれども、 これはですね、この場合は、ファンドの1営業日間での最大リターンと最小リターンという意味になります。それなので、一番運が良かった人っていうのは、このファンドに投資をして1営業日間で資産が12.48%増えていて、逆に一番運が悪かった人は、このファンドに投資をして1営業日間で資産が11.31%減っちゃってましたよって意味になります。とりあえずこれが1営業日間の説明で、で、同じ方式で1年から10年までやってあるんですけれども、 ついでにですね、ここの、1年間のところも説明しておきたいと思います。この場合はですね、2000年から2021年までの間で、ファンドの250営業日間、ま、これだいたい1年間なんですけども、この1年間のリターンの個数っていうのが4717個あって、で、そのうち72.16%にあたる3404回が、 一回平均で25.16%上昇。で、えっと 27.、27.84%にあたる1313 13回が一回あたり平均してマイナス17.85%下落。で、このファンドの1年間の平均リターンというのは13.19%でしたっていうふうな、そういった意味合いになります。で、ここの標準偏差はですね、この場合は1年間のリターンの振れ幅の大きさですね。それがここの13.19を中心として上下にプラマイ25 5.33%のリターンの振れ幅が1年間では大体ありますよという意味になりますで、シャープレシオはリターンはあるリスクですねで、最大リターンと最小リターンに関しては1年間での最大リターンと最小リターンという意味になりますそれなので一番運が良かった人はこのファンドに投資をして250営業日間1年間で資産が107.57%増えていたまあ、つまりはですね、大体2倍ぐらいになっていたのに対して 一番運が悪かった人っていうのは、このファンドに投資をして250営業日間、まあ1年間で資産が63.65%減っちゃってましたよと。つまりは大体資産が4割ぐらいになっちゃってましたよって意味になります。で、この方式で2年から10年まで同じって感じですね。で、ここからですね、外観していくんですけども、ここの平均リターン見る限りではですね、このファンドのパフォーマンス自体は極めて堅調だったってことがわかるんじゃないかなと思います。ここのの年間の リリタターーンンンななんかか見ててみるると、と平均でなので、で、13.19%のののインデックスの年間リターンの相場が5%か7%と言われている中でです、ね、この13.19は比較的堅調というか、具体的にはインデックスのリターンの相場と言われているものからだいたい2倍ぐらいあるっていうふうな感じになっているので、まあそれなので、このファンドのパフォーマンスは結構堅調だったって感じになるんじゃないかなと思います。とりあえずですね、ファンド単体でのパフォーマンスの検証がこんな感じで、 ここからやっていくのがですね えっと、このファンドと、えっと、ベンチマーク、具体的には、S&P500、n a s d a q 1 0 0 Stox50, この3つとの比較になります。で、やりたいことはですね、要は、えっと、そのリターン自体はですね、えっと、プラスで比較的堅調だったわけなんですけども、これっていうのは、たまたまマーケット全体が好調だったから、このリターンを出したんじゃないのみたいな、そういった視点で、じゃあこのファンドは実力によってどんだけリターン出せてたんですかっていうふうなことを見ていきたいと思います。ではですね、まず最初に、S&P500、 500ですね。えー、こうしそうとですね。比較をしていきましょう。えー、では、これでやっていきます。 はい。では、すいません。ちょっと上下したんですけども、こんな感じでやっていきたいと思います。まずは、リターンからの比較ですね。これ、えっと、下の赤字で書いてあるのが、これがですね、ファンドのリターンを、ベンチマークの平均リターンで割った数値ですね。で、えっと、ファンドのリターンの方が高ければ、緑で塗りつぶしてあるみたいな、そんな感じになります。で、これ見る限りでは、全部緑になっているので、まあ、それなので、えっと、ファンドのリターンというのは、S&P500 と比べると良かったってことが わかかるんじゃないかないいと思いますで、次に見ていくのが、ディスクですね。この場合はですね、ここの赤字のところはですね、ファンドの方がリスクが高ければ赤字で塗りつぶしてあって、ファンドの方がリスクが低ければ緑で塗りつぶしてあるんですけども、これ見るとですね、全部赤字になっているので、まあそれなんで、ファンドの方がリ,ターンリスクは高かったってことがわかると思います。で、このリターンとリスクの兼ね合いを見るのがこのシャープレシオってやつでして、これはですね、シャープレシオ 高ければ高いほどディスクに対するリターンの獲得効率、これがいいっていう風な形になるので、それなんで、 ファンドの方がシャープレッシオが高ければ、緑に塗り,つぶす塗りつぶすんですけれども、ただ、えっと、ファンドの方がシャープレッシオが低ければ、赤に塗りつぶすって感じになります。で、これ見ると、全部真っ赤っかなので、まあ、それなので、このファンドって、えっと、リターン自体は S&P500 よりも高かったんだけれども、ただ、取っているリスク量の大きさがそれを上回っちゃっているから、まあ、だからリスクに対するリターンの獲得効率で言うんであれば、ファンドの方が S&P500 に比べて劣ってますよってことが言えるんじゃないかなと、 思いますで、次見るのがこの相関係数ですね。これは S&P500 の値動きとの連動性、それを示すものになってまして、これ最大値がプラス1で最小値がマイナス1で中間がプラマイゼロなんですけども、プラス1に近づけば近づくほど、ファンドと S&P500 は同じ方向に値動きする可能性が高くなりますよと。で、逆にマイナス1に近づけば近づくほど、ファンドと S&P500 は逆の方向に値動きする可能性が高くなりますよと。でプラマイゼロ に近づけば近づくほどファンドと S＆P500 の値動きっていうのはそれぞれバラバラ関係なく動きますよって形になります。でこれ見るとですねえと限りなくプラス1に近いのでこれをですね専門用語ではえと強い純走感っていう風に言うので。 ま、要はですね、え、ファンドと S&P500 っていうのは、結構同じ方向に値動きするか、あの可能性がえかなり高いですよっていう意味になります。え、そういうの連動性は強いって感じですね。で、ここのリスク倍率は、え、このファンドの標準偏差を S&P500 の標準偏差で割った、え、この数字と、え、イコールになってまして、ま、要は取っているリスク量の大きさ、え、それを示すものになります。 で、この相関係数とリスク倍数で出せるのが、このベータってものでして、このベータっていうのは、S、S&P500 の値動きに対する、ファンドの値動きの感濃度、それを示すものになります。で、計算式はですね、この相関係数にリスク倍率、こいつを掛け合わせたものでして、要はですね、S&P500 の値動きの連動性にとっているリスク量の大きさ、そいつを反映すると、このベータって数値が出せるって寸法になっております。でここ このですね、1年間のベータ1.32の意味は、S&P500 が仮に1年間で10%上昇したら、ファンドはかける1.32で13.2%上昇。で、逆に S&P500 が1年間で10%下落したらば、ファンドはかける1.32で13.2%下落みたいな。これあくまで理論値なんで、必ずその通りになるとは限らないんですけども、 ただ、えー、その連動性にとっているリスク量の大きさを反映すると、まあ理論値的にはこのになりますよ、みたいな。まあそういった関係性を示すのが、このベータっていうふうな数値になります。で、このベータが出したらですね、このファンドって S&P500 と比較してみた場合に、実力ってあるのないのみたいな、そういったことが出せるんですが、それがですね、ここのベータによるリターンとアルファによるリターンって形になります。で、ここのファンドの平均リターンは上で見たのと同じなんですけれども、この平均リターン というのののはににによよるるリリタターーンンこつ分解がで、きますこっちのベータによるリターンっていうのが、マーケット全体がたまたま好調だったから得られた分のリターン。それがベータによるリターンで、で、こっちのアルファによるリターンが、マーケットの値動きとは関係なく、このファンドの実力によって得られた分のリターン。それがアルファによるリターンって形になります。で、ここのベータによるリターンの計算式は、ベンチマークの平均リターン。この場合は、S&P5 0 0 の平均リターンで、ここのアルファによるリターンっていうのは、ここのファンドの平均リターンから、このベータによるリターン、それを差し引いて残ったもの、それがアルファによるリターンって形になります。で、ここの下の構成比率は、それぞれベータとアルファのリターンが平均リターンのうちの何パーセントを占めているのかっていうのを示したのが、ここの構成比率にのります。で、ここのベータによるリターンですね。 これはですね、要は、S、えっと、S&P500 のリターンに、それとの、S、その S&P500 の値動きとの連動性、それに取っているリスク量の大きさを加味すると、本来であれば、このくらいのリターンが獲得できていたはずですよって思いになっていて、で、こっちのアルファによるリターンっていうのは、ま、要は S&P500 の値動きとの連動性に取っているリスク量の大きさを加味しても説明できない分のリターンっていうのが、ここの実力によるリターン、ま、ァによるリターンで形にい になりますで、え、これ、要はですね、アルファによるリターンがマイナスなのであれば、いくら平均リターンがプラスであっても、そのファンドっていうのは、たまたまマーケット全体がリターンがプラスで、なおかつそれとの連動性が高くって、しかも、えっと、取っているリスク量の大きさが大きかったから、その分のリターンを獲得できたのであって、そのファンドの実力によって得られた分のリターンっていうのはないですよって形になります。で、まあ、アルファがプラスなのであれば、えっと、まあ、その、 高はあるんですけども少なくとも実力によってエレタ分のリターンというのはまあありますよねみたいな感じになりますでこれで見るとですねファンドの短日分のリターンですねこれに関してはえっと平均リターン0.052のうちマーケット全体が好調だったことによってエレタ分のリターンが0.046%でえっと実力によってエレタ分のリターンが0.005%という形でまああの具体的には90%対10%という割合でまあ少なくともアルファ出てはいるんですけど けども、ただ問題が1年から10年ですね。これ見るとですね、明らかにアルファがマイナスに突っ込んでいます。で、これっていうのは単純にこのファンドが えっと、円立てで換算してあるのに対して、S&P500 が米ドル立てで換算してあるので、まあ、そこの為替の分がもしかしたらあるかもしれないんですけども、ただ単純なこの比較で言うんであれば、少なくともアルファマイナス。つまりはですね、このファンドっていうのは、たまたま S&P500 が好調で、なおかつそれとの連動性が高くって、しかも取っているリスク量の大きさが大きいから、ここのリターン部分は得られたんだけれども、ただそれが、このそのベータによるリターンが が、えー、と平均リターンよりも上回っている理由まあ、つまりは平均リターンがベータによるリターンを下回ってるっていうのは要は、えー、と下手に、えー、と動いちゃったから、えー、とそれで、えー、と足元救われてというか、えー、削られちゃって、えー、ここの平均リターンに落ち着いちゃってますよっていう風な、えー、意味になりますで、まあ構成比率もマイナスに突っ込んでるのは、まあ、当たり前って感じですね、えー、というこ どういう形なので、まあ、要はですね、え、このファンド、え、S&P500 と比べた場合には、まあ、要は連動性が高くって、で、しかも、えっと、取っているリスク量の大きさが、え、大きいから、ま、だから、え、リターンを得られたのであって、え、このファンドの、え、アクティブファンドとしての実力によって、得られた分のリターンってのは、え、ないですよ。え、むしろ、えっと、マイナスですよ、というふうな感じになっています。え、とりあえず、え、これがですね、え、S&P500 との比較で、で、次にやっていくのがですね、え、ナスダック100ですね。まあ、もう一つの代表 的なアメリカ株のインデックスですけれども、えー、そういったですね比較していきたいと思います、えー。ではまずリターンから見ていくんですけれども、えー、これですね、えー、見てわかる通り、S＆P ナスダック100と比べた場合には。 えっと、ファンドの方が、ナスダック100よりも、リターンが低いみたいです。で、次、標準偏差ですね。ディスクの大きさ。これ自体は、単日と10年。これに関して言うと、ファンドの方が若干リスクが低いってい形になっているんですけども、ただ、1年から9年。まあ大、あの大体の期間においては、ファンドの方がナスダック100よりも、リスクは高いってい形になっています。で、ここのシャープレーションですね。リターンとリスクの兼ね合いなんですけども、これに関しては、前期 通じてシャープレシオはファンドの方が劣っているとい形になっていますつまりはですねここのですね、えっと、短日と10年に関して言えばファンドの方がリスクは若干低いんだけどもただそれ以上にリターンが低いのでシャープレシオは悪くなりますよとでここの1年から9年に関してはもう単純な話でファンドの方がリターンも低ければリスクも高いという風な感じになっているのでシャープレシオはまあ低くなりますよって感じに なっておりますで、次、相関係数ですね。この相関係数自体は相変わらず強い純相関っていうふうな形なので、まあそれなので、S、S&P500 だけじゃなくて、ナスダック100の値動きとの連動性も、このファンドは高いって形になっております。で、ディスク倍率とベータ値がこんな感じで、で、さっきと違うのが、ここのベータの数値がですね、えっと、だいたい1を切ってるって形なので、 ま、それなので、え、感濃度自体は、えっと、ナスダック100の方が、S、S&P500 に比べて、ま、低いというか、なんというか、え、あの、S、S&P500 が、えっと、動いたパーセンテージ分だけ、え、大体このファンドも動くみたいな感じになってる、え、みたいです。で、え、このベータを出せたらば、えっと、実力がどうなって出せるんですけども、え、それがですね、え、こんな感じになっています。まあ、これ、え、外観していくんですけども、えっと、すべての期間で、え、アルファがえマイナスになっているので、まあ、それなので、え、要はですね、え、このファンドが、え、リターンをえー出せてた 理由っっていうののはさきがと同じような感じなんですけども NASDAQ100 のリターンがそもそもプラスで、で、それとの連動性が高くって、で、しかも、取ってるリスク量の大きさ、それがですね、まあ、概ね大きいから、だから、えっと、リターンが出せたのであって、むしろですね、アクティブファンドとしていろいろ銘柄選択したりとか、あとなんかそのタイミングを測ったりとか、そうしたことによって、全体のリターンの足を引っ張っちゃってますよって形になってるみたいです。とりあえずこれが 100との比較で,で、最後にですね、えっと、このファンド、え、ヨーロッパの株式もえっと、含んでいたので、一応そこのヨーロッパの株式の代表的なインデックスである、ストックスフィフティですね、そういつともですね、比べていきたいと思います。では、まず、リターンから比べていきましょう。え、リターンはですね、圧倒的になす、えっと、ファンドの方が、ストックスフィフティに比べていいみたいです。で、ディスクですね、これはですね、えっと、ファンドの方が、えっと、ストックスフィフティよりも高いみたいです。で、金 見るシャープレッシオ。え、これはですね、ファンドの方が、えっと、ストックスフフティよりも、シャープレッシオは、え、良いって形になっています。つまりは、えっと、リスク自体は、えっと、大きいんだけども、ただ、え、それ以上に、え、リターンを稼いでいるから、だから、シャープレッシオは、え、高くなるみたいな感じになっております。で、え、相関係数ですね。え、これはですね、え、さっきと同じでですね、えっと、相変わらず、え、高いって形ですね。まあ、それなんで、 えっと、このファンドっていうのは、アメリカ株だけじゃなくて、え、ヨーロッパの株式、え、それとの、えっと、連動性も、え、高いって形になるみたいです。で、えっと、リスクバイスがこんな感じで、え、ベータがこんな感じなんですが、え、ベータ値ですね、え、これが、えっと、投資の年限が長くなっていけば長くなっていくほど、え、なんとなく高まってるっていうふうな形ですね。ま、あの、主な原因が、え、ここのリスクバイスがめちゃめちゃ高くなってるからっていうふうな形になります。で、え、ここのですね、え、ベータを出したら、え、実力どうなのかって話なんですが、え、こんな感じになっています。え、さっきとは、 で、すねてっえ、構成比率自体もですね、えっと、だいたい40%から、えっと、60%って形ですかね。ま、ここの、えっと、年間長くなっていくと若干そこは下がっていくんですけども、ま、いずれにせよですね、え、このファンドっていうのは、えっと、アメリカ株と比べた場合には、全然アルファってなくって、ま、要はアメリカ株が好調だったから、リターン得れてたんで、得れてたんでしょっていう風な感じなんですけども、え、一方、ヨーロッパ株と比べてみた場合には、え、このファンドって、えっと、もちろん、 え、ここのベータによるリターンが、え、プラスで構成比率も、え、プラスになっていることから、 えっと、ヨーロッパ株が、え、好調だったから、えっと、エレタ分のリターンっていうのも、まあ、あるんだけれども、ただ、えっと、ヨーロッパ株と比べた場合には、え、このファンドの実力によって、エレタ分のリターンっていうのは、ありますよって形になります。え、とりあえず、え、これがストックスフィフティとの比較で、で、え、ちょっとまとめておくとですね、え、このファンド実力を測るにあたってはですね、おそらく、え、最初に言ったですね、え、S&P500、え、ないしはですね、え、ナスダク100、え、これがですね、え、適当なんじゃないかなと思います。まあ、理由はですね、え、ここの、え、 アルファによるリターン、え、こいつが、え、マイナスに突っ込んでるからって形ですね。まあ、言い換えるんであれば、さっきのストックス50で見た場合、アルファプラスだったわけなんですけども、え、そのアルファがプラスの要因っていうのは、まあ、要は、えっと、全体のポートフォリオの中で、アメリカ株っていうリターンが高いもの、え、そいつを、え、多めに組み込んだ、え、結果、え、そのアルファ、あの、ヨーロッパ株と比べたら、えっと、そっちの方でアルファが出てるんであって、え、そもそものアメリカ株と比べてみた場合には、え、このファンドって自中化あるとは言えないよねってなるので、まあ、それなので、まあ、比較すると したらば、こっちの S&P500、ないしは NASDAQ-100 のアメリカ株と比べた方がいいんじゃないかなと思います。とりあえずこれがまとめで、で、動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでいろいろ作ってますので、えー、なんかリクエストあったらですね、えーと、コメント欄に書いてもらえればと思います。で、あとフィードバックも募集中ですので、えー、そちらもコメント欄に、えー、お願いします。はい。というわけで、えー、今回は、えー、以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。